うわー、もう今日は完全に水位が下がってます。このまま冬の水位に移行するんだね。今年は早いな、水が落ちるのが。ここはね、こう湖みたいに見えますけど、実はね、川なんですよ。相模川です。数キロ下流にあるダムによりせき止められたダム湖です。で、このダム湖はね、神奈川県民の水がめなんですよ。で、このダムのね、水位っていうのは、夏と冬でだいたい2メーター差があります。これはね、なんか治水計画によってそうなってるんでしょうけど、例年ですとね、だいたい水が下がるのが12月の頭頃です。で、今はね、実はね、まだ11月の中旬なんですよ。でもね、もうこんなに下がっちゃってるからね、ちょっと今年は下がるのが早いですね。現在14時。どうせね、早い時間は何も釣れないんですよ。夕方、日が落ちてくる頃になるとようやくワカサギが釣れ始めるって感じかな。でもね、それまで何もしてないのもなんだから、まあ猫が出てきたら猫と遊ぶし、出てこなかったら、だらだらと時を待ちますか。仕掛けは今日もこの市販のワカサギ仕掛けを使います。餌はこの紅白のおめでたい色をしたサシを使います。この1号の磯竿に中通し行きという構成も前回前々回のワカサギ釣りの時と全く同じ構成です。この辺もね、だいぶ水が引いたね。もうほら、砂の底が出てますよ。ほら、ここはね、夏はバサーで賑わうとこ。今年はかなりここでバス釣ったんだけどね、手竿で。今見てくださいよ、ほら。ただの小さな池になっちゃいましたよ。ね、完全にここ、ほら、本流と分断されちゃいました。お、どっかでなんかニャゴラの鳴き声っていうか、あれはコニャゴラの鳴き声だな。あ、どこだ。おお、あんな中州にいるじゃないの。なんであんな中州にいるの。おい、あんなとこにいるよ。おお、もう一匹も出てきたよ。なんだよ、今日はコニャゴラはその中州にいたのか。え、じゃあよ、ほらよ、このよ、今日もでっかい極馬、この猫缶開けてやるからよ。他の2匹はどこ行っちゃったんだよ。え、どうにも当たりが出ませんね。今日は厳しいね。やっぱね、水がこんだけ引いちゃうとね、なかなかね、魚釣りづらくなっちゃいますよね。やっぱりね、また最初に竿を出してたこのね、この辺りで釣ってみますか。おー、なんか当たった当たった、なんか当たりましたよ。何か釣れました。おー、釣れた釣れた。ほーら、ワカサギだ。それもちっこいワカサギだよ。なんかすごいちっこいなこれ。まあ小さくてもワカサギはワカサギ、目的の魚が釣れました。よかった。釣れたのは及川です。及川が釣れました。おお、及川が釣れたら、あそこにコニャゴラがいますよ。
あれはさっき餌を食べたコニャゴラとは違うやつだな。おーい、来たな。ほら、じゃあご飯よ、置いとくからよ、粉置いとくぞ、食ってください。おお、釣れた釣れた、また釣れました。よっしゃー、ほら、これはウサギだ、よかった。おお、また釣れた釣れた、また釣れました。ほら、またワカサギです。お、また来たな、コニャゴラ。おお、4匹目だ。おお、早い早い、すごいぞ。おう、じゃあほらよ、これこれだこれだ、ほら。おう、じゃあほら、これやるからよ、置いとくからよな、来てくれよな。ダメだな、17時、かなり薄暗くなってきました。今日はこれにて廊下にしましょう。ほら、もうね、17時を過ぎてカメラに映らなくなった頃にこうやってニャゴラが出てくんだよな。じゃあよ、ニャゴラにもご飯あげるからよ、待ってろよな。じゃあほら、ニャゴラ、ほら、ニャゴラよ、これだ、ほら、これこれ、ほい。ちょっかい出してやろう。いや、なんで隣の猫にちょっかい出すんだろう。ん？お前でかくなったな、お前。え？ゴロゴロ言ってるぞ。はい、今回持ち帰った釣果はこのワカサギ3匹とオイカワ1匹です。かなりしょぼい釣果と言わざるを得ませんが、ところで検探隊が見出した偉大なる法則に貧価の法則というのがありましたが、あれには第一法則と第二法則というのがあります。今回は第二法則を応用してこやつらにこれを加えてかき揚げにしてやろうじゃないかという、そういう思考です。そうと決まったらね、ワカサギの方はいつものようにこのお腹を絞ってうんこちゃんを出しましょう。プリーンってね、ほーら出た出た。おいこは調理バサミでお腹を裂いて腹綿を出してね。もうどうせだからね、頭もちょん切っちゃいましょうか。そうしたらこれらを流水でよく洗いましょう。及川は調理バサミを使って背骨を取ってこのような開きの状態にしてしまいましょう。ではこの玉ねぎ、舞茸、菊、これらをだね、この天ぷら粉を溶いた衣の中に入れて、このようにざっくりと混ぜ合わせると、そしてここにさらにこやつらを入れて混ぜると、これを油で揚げりゃ出来上がりだ。はい、できました。見てください、これ、このボリューム。あの3匹のワカサギと1匹のオイカワがこんなすごいボリュームになっちゃったんですよ。さすがでしょ、貧価の法則第二法則、これですよ。じゃあ何はともあれ早速食ってみましょう。これほら、ワカサギがちゃんと入ってるでしょね。
かき揚げ1個に1つ必ず魚が入ってんですよ。まるで岩石の中に入ってる化石みたい。でもいいじゃないね。じゃあね、これ行きましょう。これここですよ。これほら、ワカサギ入ってるよ、ちゃんとね。じゃあこれね、これをつけて、これがまたすごいでしょ。これがまた貧下の法則なんですよ。大根おろしたっぷりの天つゆ。天つゆの中に大根おろしが入ってるっていうよりも、大根おろしに天つゆかけてるって感じなんだけど、これをね、こうたっぷりつけてな、食いますよ。じゃあ行ってみましょう。行きます。こりゃね、うまいですよ。でもね、ワカサギどこ行っちゃったんだって感じなんだけどね。まあワカサギの味は置いといて、かき揚げとしては非常に美味しい。じゃあね、このワカサギのとこも行っちゃいますよ。バクッとな。なんとなくワカサギの味がする。これは美味である。それではお酒を。で、ここでまたね、貧下の法則、第一法則が応用されるわけですよ。これだよ、このでっかいビール。これをいきますで。じゃあ行きましょう。こりゃうまい。とこのようにね、天単体が誇る貧下の法則、フィールズ賞も夢ではないと思うでしょ。そういうふうに思ってお願い。